はい、どうも、神木隆之介と似たようなもんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、本日も始まりました。皆さんお待ちかね、ポケットモンスターオッサン騒動の、パートをやり直します。ごめんなさい。ちょっとやり直させてください。はい、どうも。まあ、良くないこととは知ってはいるんですけれどもね、私自身、こう、タバコを吸うんですよ。で、まあ、それ家でも吸うし、外でもね、喫煙所とかあれば吸うし。で、まあ、吸わせていただいてると、こう、鼻からね、煙を出したり吸ったりすることによって、多分ね、鼻毛がね、伸びやすいんだと思う。吸わない人より。ほんで、それがね、まあ、良くないことだと分かってるんですけど、なんかね、鼻毛をこう、抜くんですね。長い鼻毛が、ああ、抜けたわ、みたいな。でもね、なんか、抜いて、最近その鼻毛がひどくて、抜いても抜いても、抜いても抜いてもね、なんか、全然、なんぼでも出てくる。なんでこんな抜いても抜いても、なんでこんな出てくるんだと思った。鼻毛がペヤングでした。嘘です。ワイワイと申します。よろしくお願いします。よっしゃよし、やったやったんだ、今日も。よし、なんやねんそれの歌歌うよ。話しちゃうけど沖縄の挨拶はめんそれ。